皆様こんにちは。今回は iPhone のデータを Google のクラウドに保存できる Google ドライブのバックアップ機能をご紹介させていただきます。 iOS 版 Google クラウドアプリには iPhone などの iOS 機種に保存してある連絡先、カレンダーの予定、写真と動画を Google のクラウドに保存できるバックアップ機能が実装されています。このバックアップは特に iPhone から Android に乗り換える場合に便利な機能です。 iPhone 版 Google ドライブアプリのバックアップ機能は設定に格納されています。まず Google ドライブアプリのメニューアイコンから設定を開き、表示された項目の中からバックアップをタッチします。保存できるデータは iOS に保存してある連絡先、カレンダーの予定、写真と動画の3項目です。バックアップを行うことで連絡先は Google コンタクトに、カレンダーの予定は Google カレンダーに、写真と動画は Google フォトに保存されます。つまり Google ドライブに保存されるわけではありません。各項目の実際のバックアップはそれぞれの項目をタッチして Google サービスへのデータの保存を許可するためにバックアップスイッチをオンにします。ただし写真と動画については Google ドライブの設定から写真の項目で自動バックアップのスイッチをオンにしている場合、すでに Google フォトへの保存が行われている状態となるためデータの保存を行う必要はなく、実際のバックアップの事前設定も行えなくなっています。写真と動画の保存については Google ドライブの設定で写真の自動バックアップをオフにしている場合に行います。各項目の事前設定が完了したらバックアップを開始をタッチします。すると各項目のデータが対応している Google サービスに保存されます。バックアップで保存したデータは Android にもともとインストールされている各 Google サービスのアプリを開くだけで利用できるようになります。もちろん iOS 版 Google ドライブで利用していた Google アカウントと同じアカウントでのログインは必須です。 iPhone から Android に乗り換えを検討している方はぜひ Google ドライブアプリのバックアップを利用してみてください。以上、 iPhone のデータを Google のクラウドに保存できる Google ドライブのバックアップ機能のご紹介でした。